はい、FM 流進堂 DJ の流進です。前回の更新が7月6日で、前回の最終更新が7月6日で、今日7月14日なんで、1週間以上ね、更新が滞っていたわけですけれども、まあ僕が更新滞るってことはもう忙しい、イコール忙しいっていうことなんですよね。まあ時間がある限り FM 流進堂を続けていきたいなと思ってるんで、本当にね、この1週間以上は忙しくて、毎日1日、ああもう終わっちゃったのかっていうような感じだったんですね。それで最近、まあ近況報告みたいなことをちょっとしたいなと思うんですけれども、まあ本当に第一の芸術祭の話にばっかりなっちゃうんですけれども、もう本当今年入って1月ぐらいからずっと、まあ7月くらいまでほとんども第一の芸術祭の準備だったり、まあ絵馬展だったり、ほとんど展示関係が多かったんですよね。なんか忙しいっていうと、5月には新宿展があったし、それでまあここ1ヶ月くらいはもう本当に第一の芸術祭に出品する映像の、まあ、最終調整と DVD 化するためのまあいろいろな準備があって、それで先週の金曜日にですね、やっとその DVD の方をですね、プレスの方にかけるということで、入稿の方も完了して、まあ最終的なね、出来上がりの 日が決定しました。まあ8月、あ違う、7月24日にですね、完成するわけなんですけれどもね、まあ芸術祭始まる2日前の完成ということで、まあ本当はもっと余裕を持って完成させたかったんですけれどもね、やっぱりこういった共同作業をしなきゃいけないっていうことになると、どうしても締め切りの問題っていうのは出てくるんですけれども、まあだいたい作家っていうのはギリギリまでね、時間があれば、時間がある分だけやるもんなので、どうしても遅れてしまうっていうようなね、ことがありまして、本当はもうとっくに締め切りも過ぎてたんですけれども、まあそれをまたさらに遅くなるっていう、ようなこともあって、またその事務局側との話し合いもほとんど進まないというか、進み具合がちょっと すごく遅くて、それでまあ最終的にはもう僕の判断になってしまう、んですけれども、もう今出さないと完全に、仕上がりがわからない、芸術祭まで間に合うかどうかわからないっていうようなね、ところまで来てたので、まあ先週の月曜日火曜日は2日間ぐらいずっとね、もう家に引きこもって最終調整っていうんですかね、オーサリング作業をやってましたね。それでやっぱりオーサリングもすごく難しいなと思ったのが、オーサリングっていうのは DVD、映像 DVD の方に焼くような作業のことを言うんですけれどもね、映像の一個一個、まあ頑張って作ったわけなんですけれども、オーサリングすると、まあオーサリングするときの、まあまた別の作業が必要になって、例えば映像の確認とか、映像と音の確認とか、字幕を入れるか入れないかとか、
あとその一個一個の映像と映像のつながりですね、そういうのを全部確認しないといけないんで、まあその DVD のサンプルが完成して、それをもう一回全部見直さないといけないんですね。1時間ぐらい見直さないといけないんです。それでまあ毎回ね、DVD のサンプル作るごとに全部見直すっていうのもちょっとしんどい作業ではあったんですけれども、やっぱり何か問題があってはいけないなという思いもあってですね、頑張って作っていたわけです。まあそれが先週今週の出来事で、あとまあ次のまあ大きな展示に向けてですね、準備もしております。それでまあ来年、まあこの話も FM 流進堂で何回かしてる話なんですけど、来年瀬戸内国際芸術祭っていうまあ芸術祭があるんですけれども、そっちの方に出品したいなと思ってまして、まあそのために今、準備をしているわけですね。でこの前の日曜日にですね、まあ、夜行バス乗って高松まで行ってきました。はい、高松まで行ってきましたよ。それでね、まあ現地説明会があったんですね。瀬戸内国際芸術祭の現地説明会があって行ってきたわけです。まあもう来月ですね、公募の応募があるので、そっちの方に応募しようと思ってるんですけれども、もうアイデアはすでにあって、まあそのアイデアは現地の見学とはちょっとそんなにつながりはなくて、例えばこの島のこの場所でやりたいとか、そういった類の作品じゃないので、そんなに現地の見学会は行く必要なかったのかなとは思ったんですけれども、やっぱりその土地の強さっていうかね、強いですね。そのやっぱり瀬戸内海のようなある種非常に古い歴史のある場所、例えば古事記っていう、まあ、日本のねすごい古い書物があるんですけれども、そこの舞台にもなるような、そんぐらい古い、歴史を持っている場所じゃないですか。まあ四国とかさ、あそこら辺周辺ですよね。今の岡山とか、桃太郎伝説なんかもそうですし、とにかく、日本っていうものが、作られた時の、まあ中心地だったっていうようなね、そんな場所なので、やっぱり、ものすごい、パワーがあったわけですね。それでまあちょっと、話は次回に続きたいと思います。まあ、最近起こったことっていうこいうテーマでお話しさせてもらっています。では、次回に失礼いたします。